船町駅は、愛知県豊橋市北島町あざ区地とにある、東海旅客鉄道飯田線の駅である。駅番号は、CD01。豊橋駅と辰野駅を結ぶ飯田線の中間駅の、一つである。飯田線は、歴史的経緯から、豊橋駅と、旧平井信号場までの区間を、名古屋鉄道名古屋本線と共有しているが、名鉄の列車はいずれも停車しない。また、 飯田線の普通列車でもこの駅を通過する列車がある。船町駅は1927年に私鉄である豊川鉄道の手によって開業した。1943年の国有化を経て、1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海の運営に移って、現在に至っている。豊川鉄道時代は新船長という駅名を称した。 IC 乗車券サービスの対応駅の一つであり、遠い家や、相互利用が可能なその他、IC カードの利用が可能である。船町駅を開設した豊川鉄道は、現在の JR 飯田線南部にあたる豊橋、大会館を運営していた施設である。同鉄道線は1897年に、豊橋から豊川まで開通していたが、その時に、船町駅は開設されなかった。 駅が新設されたのはそれから30年後の1927年6月で、現在の名鉄名古屋本線にあたる愛知電機、鉄道豊橋線が、豊川鉄道と線路を共用して豊橋まで乗り入れたのと同時であった。開設当初の名称は、新船長停留場であり、船町という駅名は、新船長停留場に隣接する貨物駅が名乗っていた。 1943年8月、豊川鉄道線は、買収、国有化され、国有鉄道飯田線が成立する。これに伴って新船長停留場は、国有鉄道の船町駅となった。開業時から、貨物営業を行っておらず、荷物の取扱いも開始されることのないまま、1987年4月の、 国鉄分割民営化を迎えて JR 東海に継承されている。森土地上に建設されている一面二線の地上駅。低いガード脇の地上にある駅舎は小さく、築堤上で一段高い位置にあるホームへは上下線に挟まれた狭い階段を上る。無人駅であり、管理駅である豊川駅の管理下に置かれている。かつては、友人駅であったが、 1969年の業務委託化を経て、1984年から無人駅となっている。上り線と橋方面の線路はロングレール化されていない。船町駅を挟む飯田線と橋、豊川間では、日中普通列車は1時間あたり上下角3から4本、設定されているが、船町駅と隣の下地駅に停車するのは、そのうち上下角2本程度である。 停車するのは、豊橋、豊川間の区間運転列車が中心。快速列車と、特急、稲路は通過。名鉄線の列車は、最大で1時間あたり上下角6本が当駅を通過している。愛知県統計年間及び、豊橋市統計省によれば、1950年度から2019年度までの1日平均の乗車人員は、 下の表の通りに推移している。1950年度の乗車人員は1日平均366人であったが、その後増加し続け、1965年度には、その約3.5倍に当たる1211人を記録する。しかし、これを頂点に以降減少傾向に転じ、1986年度には、その1、7の175人にまで減少した。 1988年度からはわずかに増加して200人を上回るが、1996年度から再び200人を割り、1999年度には1日平均169人となった。ホームから見える豊橋オフレイルステーション。ありがとうございます。